さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。福原遥さんがヒロインを務める NHK 連続テレビ小説舞い上がれ。今週のラストに急浮上した春と横山優さんのインサイダー取引疑惑、26億円もの損失を一気に取り戻し、仕事仲間からはやばいやり方してないだろうなと問われるも、全然問題ないわと強気な姿勢を見せていましたが、テレビのワイドショーで疑惑として報道されちゃってました。視聴者からは悪い予感が的中してしまった、ハルト兄ちゃん疑惑だけであってほしい、来週見るのが怖いよといったコメントが寄せられます。次週2月6日月曜日から放送の第19週のサブタイトルは告白。まずは NHK が公開している予告をご紹介しますが、ネタバレになりますのでご注意ください。ワイドショーでハルトがインサイダー取引をした疑いがあると取り上げられる。それを見た雪乃がめぐみに知らせ、めぐみはそのことをインターネットで確認する。ハルトを案じるめぐみと舞はハルトに電話をするが繋がらない。自宅前や岩倉に大勢の報道陣が詰めかけたことから、めぐみは社員を集め謝る。雨の中公園で倒れている男を目にしたくるみの父義治は、それがハルトであることに気づく。義治はハルトを自宅へ連れ帰り、濡れた体を乾かそうとする。そこへくるみがたまたま帰宅する。くるみがハルトの様子を見ると低体温症になっていることに気づく。くるみは義治に服を貸してと言い、まずはハルトを温めようと看護師らしく冷静に対処する。実家に帰ったハルトは舞、めぐみと久しぶりに家族での夕食を囲む。ハルトがめぐみに頼んだのはカレーライス。めぐみが舞を連れて長崎五蔵に行っていた頃、コウタがよく作ってくれた親父カレーの思い出をハルトはしみじみと語る。そして翌日には東京に戻り警察に出頭すると舞とめぐみに伝える。2014年6月たかしの短歌が好きだという秋月ふみ子、矢切佳子さんがデラシネを訪れる。ふみ子は持ってきた自作の短歌をたかしに読んでほしいと頼む。舞が店番をする中、たかしはふみ子の短歌を読み、良い歌を読ませてもらったとお礼を言う。するとふみ子は突然涙を流し、人に見せるのは怖かったが、たかしの短歌を読んで、たかしになら自分の短歌を見せられると思ったと告白する。物産展の景気づけで酔いつぶれ、岩倉家に泊まった後藤の桜、舞、めぐみに翌日、朝食までご馳走になり、3杯目のおかわりをする。舞が仕事を終わらせ、物産展へたかしと行こうとデラシネを訪ねると、たかしは、出版社の編集者、劉北条に、新作の短歌を見せていた。しかし北条は、それらにダメ出しをする。続いて、予告映像では、お兄ちゃんは、悪いことなんかせえへん、とハルトを信じる舞ですが、報道は過熱し、マスコミが岩倉や自宅前まで詰めかけて大騒ぎ。なんてことしてくれたんだよ、なんとか言えよ、と、仕事仲間に詰め寄られるハルト。お兄ちゃん、何してんの？ハルトは音信不通になり、姿をくらますようです。ここまで来ると、疑惑は概ね事実なのでしょう。東大阪にたどり着いて、雨に打たれながらさまよい、倒れちゃうんですね。亡くなったもんは、二度と取り戻されへん。後から悔やんだって遅いんやて。これは、ハルトが告白する中でのセリフかと思われます。亡くなったものとは、亡くなったもの、お父ちゃんのことかな。やっと会えました。と、矢切佳子さん扮する秋月ふみ子の登場です。平安時代からやってきたのかな？この方は、ネットフリックスのファーストラブで、満島ひかりさんの若い頃を演じてた方ですね。舞ちゃんもうかうかしてられなくなりそうです。
くるみもこう問いかけてます。たかしくんのこと、どう思ってるん？幼い頃からずっと仲のいい幼馴染、当たり前のようにいつも近くにいるので、何の疑問も感じてこなかったのでしょうね。ふみこの登場で、舞も何かに気づかされそうですね。一途の恋も、うまくいくといいですね。梅津にいるのは、慎吾さんと郷さんではありませんか。物産展も繁盛するといいですね。というわけで来週は、ハルトが大きな過ちを犯してしまいますが、ちゃんと出頭して罪を償うことになりそうです。失った信用を取り戻すのは簡単ではありませんが、岩倉も大丈夫そうですし、ハルトもまだ若いので十分やり直せます。これからに期待したいですね。そしてこの二人も、そろそろはっきりさせてほしいですね。小学生にも、お医者さんにも、スーパーの副店長の目にも、恋人同士にしか見えないみたいですよ。というか、もう夫婦にしか見えませんよね。ここからは、ネットの声をご紹介します。ハルトが心配だわ。初めての挫折で、大きな傷を背負うのかな。一人で孤独に奮闘してきたから、支えてくれる人が現れたらいいな。舞ちゃんは、人に恵まれた人生を歩んでいると思う。舞ちゃんの人柄かな。遠回りしても、いつか、舞ちゃんがパイロットになって飛行機を飛ばしてほしい。リーマンショックで儲けたということは、そのやり方だと逆もあるわけで、いつまでも勝ち組で居続けるのは、やはり無理なんだと思う。後戻りできないところまで行っちゃったんだろうな。その中でも、岩倉だけは守ろうと思ったのは、ハルトの本当の優しさだと思う。インサイダー取引の認定って素人にはわかりにくい。内部の生情報ならともかく、口コミレベルで捕まったり野放しだったり、ネット上の小さなニュースは公開情報にならなかったり、ハルトが以前、綿密なリサーチが売りと言っていたので、調査の過程でインサイダー情報に触れてしまったのかも。お兄ちゃんの冤罪の可能性は低いだろうな。それなら、代表権をお母さんに返そうとする必要がないですものね。まあ、法の網のギリギリを狙ったという可能性もありますけどね。父親とちゃんと向き合って、きちんと話もできないうちに突然亡くなってしまって、息子として、後悔や悲しみや素直になれないいろんな複雑な思いを抱えて判断を誤ってしまったのかなと思った。妹と違って、こんな時に相談できる相手もいない寂しさとか、小さい頃からしっかりしてる子だったけど、孤独だったんだろうと思う。もちろん、両親ともに、ハルトにもしっかりと愛情を注いできたんだけど、本来の性格もあるんだろうが、残念ながら伝わってなかったのかもしれない。なんか、わざとハルトが犯罪してしまったようなミスリードを誘う描き方してるけど、実際はインサイダーなどせず、本当に優秀な予測の上での26億回収だったのに、あまりに出来すぎのため、インサイダーの疑惑がかかり、報道されることで事実無根なのに、妬みからバッシングが広がり、投資家から見放されてしまう、って展開ではと予想する。ハルトくん、ここまで順調に来ていたようだけど、妙な見栄を張って犯してはいけないことをやってしまったのかな。それでも、工場を守ろうという配慮が働いたのは、兄弟のお金を使い込んでしまうような兄じゃなくてよかったと、カムカムやちむどんどんを見た後だと思ってしまう私。挫折をしてしまってもどうか、救いがありますようにと願ってしまう。舞ちゃんのパイロットの資格はなくならない。と聞いて、なんか、ちょっと安心しました。車の免許みたいに更新もないのかしら。実際飛ぶ前に少し訓練を受けるだけでいけるのかな。ハルト兄ちゃんが心配だ。雨に打たれてるシーンが予告にあったけど、世の中斜めに見てやさぐれてる雰囲気はあるけど、ハルトは本来優しい子だと思う。結構好きなキャラだから、また巻き返してほしいな。そか、パイロットの資格。まだあったんだ。たかしが舞を見つめるとき、
なんだかほのぼのして娘を見るような視線だったような。そこは幼馴染としての見方になるんだろうな。さてその頃、五島では一太に春の予感が、で、あっという間に撃沈されたのかな。春と最近人間味が出てきたと思ったらやっちゃったのか。テレビにも放送され、自宅まで記者が来て、でも岩倉は大丈夫なのかな。舞ちゃん、まだパイロットの資格あるんだ。ハルト君挫折で倒れて、くるみちゃんに看病されるんかな。とりあえず、不起訴で、後藤に療養に行きそう。舞ちゃんも、たかし君への気持ちに気づきそう。そろそろ、ラストスパートに向けて、話が進んでいくんだろうね。水島君も吉田君も、いろいろ経験して大人っぽくなりましたね。回り道をしたり、いろんな生き方があるのが現実的だし、それを受け入れてくれる人がいるって心強いなぁと思いました。最近はいろんな人が、舞とたかしくんの関係を聞いてくるけど、これからの展開に関わってくるのかな。新たに女性が登場するみたいだけど、この女性が起爆剤となって恋愛感情が加速するのかも。それと、ドラマなのでどうでもいいことかもしれないけど、パイロットの資格は、実際には更新が必要で、操縦士は半年に1回、副操縦士は1年に1回は技量試験を受けなければいけないみたい。一太くんのラブストーリーが始まりそうです。たかしくんの歌のファンの女性も登場で、やっと、たかしくんのラブストーリーも始まりそう。舞ちゃんのお兄ちゃんのことも災い転じて福となりそう。舞ちゃんも良いことが起こりますように。水島学生がこれからナンパに行くと言った時、字幕がナンパとなってたのが愉快だった。まあたまたまだったんだろうが、あと柏木とも会ったらいいじゃんと言ってた。その時高志の無言の背中が映ったが、高志にとっては二度と思い出したくない名前でありましょう。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。